横浜都医長の病院は横浜市広報区区にあった病院。医療法人社団吉久会が経営しており、現在は診療所となっている。横浜市長から許可を得た病院名は横浜都医長の病院と空白を含み、病院の看板にもそのように表示している。他方、同病院のウェブサイトや電話の受付では施設名の横浜入腺都医長の病院を用いている。 この名称の際は医療法における標榜可能な加盟に由来するものである。同病院を経営する吉久会は2002年に病院名を久保内病院より横浜入選と胃腸の病院に変更する定管変更認可申請を横浜市長宛てに行ったが横浜市は入選化が医療法施行令で認められている標榜化の中になく 病院名称として認められないとして認可されなかった。吉久会は不認可処分を不服として処分取り消しを求めて訴訟を起こしたが2006年12月7日最高裁判所が原告たる吉久会の上告を帰却した。この結果入選部分を空白とし横浜と伊調の病院として申請認可を得た。ウェブサイト上などでは 横浜乳腺と胃腸の病院の名称を使用した。ただ、日本には乳腺を名称に含む診療所がいくつか存在しており、横浜と胃腸の病院をめぐる乳腺化標榜の問題はマスメディア等で取り上げられ話題となった。2008年2月27日、医療法施行令改正政令が交付され、同年4月1日から乳腺化が標榜できるようになった。 2009年11月現在、病院は無償の診療所となり、横浜乳腺、胃腸クリニックと呼称している。久保内光一院長の独自取材記事、ドクターズファイル、株式会社ギミック、2021年6月15日閲覧、ありがとうございます。